いいよ。その辺か。回ってます。撮ってます。この機器を介して毎日するわけだ。で、こちらにいます。同時に、それで入るんだ。はい。だけど、持った。持った。入る。打ち来た。はい。道具つまんだ。はい。で、腰をここで。まあ、変わったやろ。これは高値にやったやつな。腰を使うわけな、ここで。はい。腰を使うと。うん。いた。で、あの、下でこれで持ち。こうな。いた。うん、もう、まあ、ずっと待ってんの。回る。そう。ここで腹出るんですよ。一緒。で、試合になったらこれ、ボンってこれ、そう。うん。道具、はぁ、あ。腰で、ブイヨーだ。あれが動いたら動くやろ。リンクしてるから。うん。うん。動くやろ。俺のが、繋がってるからね。うん。まあ、同時に。同時に、俺で行くの。俺、今度、こうな。これで落ちる。今度、こういう感じで。うん。おぉ、こう。こうだな。上だろ。で、これも一緒。それで入る。で、こっちこれで落ちる。落ちるやろ。ここに、別に持ってるとこれで入る。で、こういくやろ。で、空気投げてきたでしょうか。空気投げ。で、うーん。少し浮き虫になる、こっち。勝手に飛ぶやろ。これ空気だけかもしれん。ほう。うん。で、これ、うーん。浮きうまいな。これ今初めてだから。これ初めてで今やったんです。初めてやん。あとないで。他でこんなんできへん。まあ、回して。あります。浮かします。これ、回す。大丈夫か、OK。大丈夫か。いけるか。空気投げ。だから、受けうまいからな。まあ、気がするな。はい。自分で飛んでないやろ。あ、任せたら多分飛べるよ、ね。話しながらずっと回せんね。回してる状態で入れるやん。そこで入れたの、ブーン、おかしい。危ないな。大丈夫か、OK。はい、大丈夫です。OK で、こっちだ。うん、飛ぶやろ。やったらランドリー中に、これで、これでパタパタ。ランドリー中にな。ほーくん、どう今、高木にこれでこれかかわって。実践っぽいやろ。はい。道着。もう大変でも、こっちにこれもかかろう。うん。正面相手もだから。これで。なんないやろ。はい。これで入ってやろ。で、正面相手も置いても使えん。ない。変な感じやろ。手でなんぼやっても、なんぼ起きて、作って筋肉で首をこう締めたら、こう落ちる。
だったら、行って、ゆっくりでかかるわけ。正面では。崩しなしで。これが崩しやけどね。わかる。普通に、上がってもいいし、手だけでやったら無理やねん。の動きで。ここで、トイレに入れるように。腰が取れてるわけ。腰のこれで落ちるだけだ。そこだらね。ありがとうございました。正面やってね。まあ、ここの方も筋肉あるからやりやすい。ここで、起きんわけ。はい。ここの力入れても、抜いて、これで入んねんな。こう。ここで回ってます。入れてます。はーい。これを技っぽくしたかったら、ここで、ちょっと後ろやった。こんだけで、これでかかるわけ。これ正面当ての応用。うん、こう、塗りかかる。ちょっと危ないけどな。力いらんから。力でこんなん押しても、もう下がるだけ。なんかこう、皮膚で、おー、取れた。君大丈夫か。よし。何やろうな。何やろう。お、重心や。これやったっけ、お前。いや。昔やったやろ。これで上がらんなって、こう崩れる。はい。それの応用な。これは停滞って、上に上げろ。はい。じゃあ、おろしに。で、これの重心を、ここに持ってきた。上げてみ。長いね。この重心をこうずらす、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 パン。っていう重心があんね、多分。で、その重心が、ああ、ここにあんね。うん。その重心をこう動かすね、これ。重心の線が、ほんで、ここやな。この重心線をこう動かす。で、一瞬で分かった。今、ここやな。ここにあるの、重心のラインが。この重心をこう動かすね。多分、どんな形もあると思うんです。これだったら、ここやな。ここにあるの。もっとこう動かす。ちょっとまだ分かるまで時間かかるかな、俺。全部やると思う。組んだ瞬間。組みました。ここが落ち着いてる。動きながらやると無理やで、これ。重心を、ある。お前と俺の共同の重心が、正規にあって。その重心がこう動くわけだ。うん。OK。マサダの重心。ああ、微妙やな。まあ、この辺やな。この重心をこう、崩す。何もないとこで別にお前を打っても、何もない。はい。まあ、あってんすけど。わかる違い。わかるやろ違い。はい。何もなかったら。はい。俺力強いから、多少動くよ。はい。あったらこれで動くわけ。おお。一瞬でやって、ここ取ったら、こうなるんだ。重心を上げたら、こうなるんだ。さっき。ほら。指でも、小指でもいいです。これ、相手入ってるから、ちょっと辛い。でも、アイキが入るって言えば。重心プラスアイキ入れたら、これで。ああ。よく見るやろ、これ。変なもしないんですね。
よいしょ。メカルでやればいいな。うくび入れました。これうくび入ってんずっと。こう、ちょっと固まるやろ。はい。今これ、俺初めてやってるな、これ。これ初めてやな、これ。重心。これ重心があってるかどうか知らんけどな。重心どけようか。はい。重心どけて、これだけで、はい。さっきでしょうか。いや。さっきより弱い。はい。じゃあ重心を。もうめっちゃ高知感や。もうほぼほぼ先生重心で変わってやろう。変わってやろう。はい。マトリックスみたいな。辛いな。話は。今途中で変わったやろ。はい。重心を合わせたから。だから、今日の復習は、今までのに重心をプラスして、ここで、組んだ瞬間の重心がここにあるわけだ。うん、ほらな。ここ。はい。こちらで。ありがとうございました。8。の重心が合う。ここ。これやな。ずーっと開いてる。うん。はい。で、普通はなんで止まれへんように入れる。はい。重心が合う。入れる。首に入ってみる。うん。もう何もしない、俺。何もしないよ、これ。重心合ってるだけ。もうちょっと支えたけど。はい。もう俺やろ。それが、担当好きで、これで重心合って無理やな。重心が変わるからな。多少いけるんか。あ、あった。まあ、ボン。うん。重心は、あった。腕ひねり。腕ひねり。重心が、あった。でもこれだけ。重心が合った。いっちゃうな。で、それを古いの思い出したら、入れて入れたらここなの。あったやろ？お前教えたやろ？入れる、入れて、こう、ボンボンボン。あったな、今。入れるのももうより正確に入れてる。入れて押さえて開けておるといいよ。なんかいな。重心を。一緒だ。ほらほらほら。ほらほらほら。抜いたらこうな。おお。上がるやろ。抜いたかったやろ。で、ひねる。一緒に入ったの分かる？はい、バキロス。一緒だけ。うん。うん。太くと。長い。オッケー、分かるか。重心は。なったよ、こうやって。高らかになってさ。重心は、なんか。それを入れてやるとこうなる。それが入れといてくれまんで、これで。変形合いがまで。
ほら。うわ。では、何？よし。ありがとうございました。